にちは、ジョージです。本日は1万円以下で購入できるイヤホン、イヤーファン、AirPro 4と同じく1万円以下で購入できるイヤーファン初のヘッドホン、Wave Pro をレビューしていきます。コスパ最強のイヤホンで大人気なイヤーファンの製品なんですけど、今回イヤホンとヘッドホンどちらも使ってみて出た結論は、両方買うのがベストです。例えば2万円のイヤホン1個買うより、用途に分けてイヤホンとヘッドホンを使い分ける方が生活の充実度が全然違います。シリーズ累計1万台以上売れているイヤーファンの製品を早速開封から簡単な性能のチェックまでやっていきたいと思います。それでは行きましょう。はい、ということで今回はイヤーファンのイヤホン AirPro 4と比較用に前作の AirPro 3、そしてイヤーファン初のワイヤレスヘッドホン Wave Pro をレビューしていきます。パッケージはこんな感じで、まずは AirPro 4から開封していきます。同コムツは USB Type-C、USB Type-A ケーブル、シリコンイヤーピースが5つ、ユーザーマニュアル以上となっていて、変わったところは前作の AirPro 3よりイヤーピースがワンサイズ追加されています。次に Wave Pro の同梱物はヘッドホンケース、 AUX オーディオケーブル、 USB Type-C、 USB Type-A ケーブル、取扱説明書となっています。1万円以下のヘッドホンでも専用のケースが付属しているのはめちゃくちゃコスパがいいと思います。はい、ということでまずは外観から見ていきますが、イヤーファン AirPro 4がこちらです。ケースは長方形で丸みのあるデザイン、開けてみるとこんな感じでイヤホンが収納されています。イヤホン本体はカナル型のオーソドックスな形と言えます。前作の AirPro 3と比較していきますが、ほぼ見た目は変わっていなくて、あえて言うならノズルの部分のこのくびれが強くて短めになっているところかなという感じです。カラーバリエーションはブラックとシルバーホワイトの2色展開となっています。ケースの違いは結構はっきりしていて、塗装の質感こそ同じなんですけど、形が前作より平べったくなって、手に収まりやすいのは今作の AirPro 4だと思います。あとケースの中にライトが追加されていたりもします。それと前作から対応している便利なワイヤレス充電はもちろん今作でも対応していて、1万円以下のイヤホンでワイヤレス充電はすごく魅力的だと思います。サイズは AirPro 4がケースを含んだ総重量が 56g、イヤホン片耳で 5.2g、 前作 AirPro 3が総重量が 52g、 イヤホン片耳で 5.2g とケースのみ若干重たくなっています。次にヘッドホンの Wave Pro はこんな感じの質感になっていて、全体的にマットな色味とイヤーファンのロゴ部分がツヤがあって安っぽさもなく、シンプルで僕は好きです。ヘッドホンの単体重量は 268g となっています。イヤホンもヘッドホンもカラーを統一して持つと小物としての存在感もアップするし、使うのが楽しみになりますよね。実際に装着してみます。イヤホンの AirPro 4はカナル型で付属のイヤーチップが豊富なので、耳の穴にフィットさせやすいし、耳につけた時の見た目もちょうどいいサイズ感でずれにくいし、ジムのランニングマシンで使ってみましたが落ちそうになることはなく快適に使えました。前作と比べてもつけ心地や見た目に差は感じませんでした。次にヘッドホンの Wave Pro はこんな装着感になります。比較的大柄な僕でもアジャスト部分で締め付け感なく装着できましたし、イヤーパッドももちもちしていて耳全体を覆うのでそこまで装着感を感じないから、ほとんどストレスがありませんでした。中にはもう少し締め付けるくらいの方が好きな方もいると思うので、好みは分かれるかもしれません。でも用途関係なく好みだけで言えば、僕はイヤホンよりヘッドホンが好きなんですよね。海外旅行行く時もイヤホンよりは荷物になるのに、あえてヘッドホンを持っていきます。飛行機内の耳栓としてもそうだし、ファッション的にも首にかけたりするのが好きなんです。次に注目の機能なんですけど、イヤホンの AirPro 4が Google Fast Pair に対応しました。これによってペアリングが超簡単になります。 Google Fast Pair とは、通常はイヤホンを使用する前にペアリングが必要ですよね。それが Google Fast Pair を使えば、初回のケースを開いたタイミングで接続のポップアップが表示され、ワンタップでペアリングが完了します。前作 AirPro 3では未対応だったので、初回のみの作業とはいえ便利になったのは嬉しいポイントです。残念ながらヘッドホンの Wave Pro は未対応となっています。次に音質ですが、 AirPro 4に関しては前作よりもバランスのいいサウンドになりました。同じ環境で聞き比べをしてみましたが、前作の AirPro 3は
低音に寄せたチューニングがされていましたが、本作はバランスを重視していて聞きやすく癖が少ない音でした。音楽をメインに使う人には少し物足りなさはあると思いますが、幅広いシチュエーションで使う自分にはこれ以上の音質は必要ないとも感じました。ヘッドホンの Wave Pro は逆に AirPro 4よりも力強いサウンドで音楽を聴くのに適していると思います。ただ口コミにも多かったんですけど、 Wave Pro は有線接続にすると音質が落ちるというコメントが結構ありました。実際に試してみると確かに音質はこもったような感じで差を感じられたので、 Wave Pro を使う場合は Bluetooth での無線接続がおすすめです。次に対応コーデックについてですけど、AirPro 4では前作から新たに LDAC と AptX Lossless に対応し、スマートフォンの中でもメーカーによって対応コーデックが違うという悩みを解決しました。これによりマルチポイントの価値が上がり、それが1万円以下のイヤホンでできるのは AirPro 4の最もコスパに優れた部分だと思います。例えば僕が使っている Galaxy S24 では AptX 系のコーデックは非対応で、 Google Pixel は AptX と LDAC の両方に対応しています。そしてヘッドホンの Wave Pro の対応コーデックは LDAC、SBC、AAC となっているので、 Wave Pro は機器を選ぶという点は留意しながら使っていく必要があります。また Windows パソコンと Bluetooth で接続する場合は基本 SBC か AAC となるので、普段使いは AirPro 4で機種を選ばずアクティブに使い、 Galaxy シリーズとかパソコンで動画編集する場合などの限定した使い方では Wave Pro を使うというのが僕のしっくりきたスタイルとなります。次にノイズキャンセリングについても解説していきます。AirPro 4のノイズキャンセリング機能は優秀で、価格を考えれば本当に十分だと思います。電車の中などカットしきれない場面ももちろんありますが、ストレスは感じにくいレベルでした。また細かく5つの項目からノイキャンの設定が可能で、その中でも AI 環境適用型にすれば状況に合わせて最適なノイズキャンセリングに適用してくれます。反対に Wave Pro は AirPro 4よりイヤーパッドがある分遮音性は高いはずなんですけど、ノイズキャンセリングは AirPro 4よりもちょっと弱いのか、あまり AirPro 4と差は感じませんでした。こちらもアプリではノイキャンの設定を5つの項目から選ぶ点は変わらないんですけど、先ほどの AI 環境適用型というモードはありませんでした。他にも外音取り込みについても見ていくと、 AirPro 4のように低価格のイヤホンでは外音取り込み機能がおまけ程度なことが多いんですけど、 AirPro 4は実用的なレベルで自然に周囲の音を取り込めます。さすがに音楽を聴きながら周囲と会話するのは難しいですけど、ボーカルなしの楽曲を小音量であれば会話も可能でした。反対に Wave Pro はイヤーパッドがある分 AirPro 4よりは少し不利で、音楽を止めないと会話は難しいレベルでした。ただどちらもオンとオフではしっかりと差があるので、外で使うなら耳を塞いでもリスクが低い公園の散歩程度に適しているんじゃないかなと思います。その他操作性に関しては AirPro 4の操作性は非常に使いやすくて、1回タップで音量調整、2回タップで再生停止、3回タップで曲送りなど、基本的な操作はアプリで割り振りを変えることもできます。 Wave Pro の操作は本体にある物理ボタンで操作することになっているので、誤操作は起こりにくいですし、こちらもアプリで一部の割り振りを変更することも可能です。あとは専用のアプリでできることについてですけど、 AirPro 4はこんな感じで、 Wave Pro はこんな感じです。基本的にイヤホン系のアプリっていうのは、初めに音質とかボタンのカスタマイズをすれば、あとはあんまりアプリを開くことはないかなと思います。また AirPro 4も Wave Pro もマイクを搭載しているため、オンライン会議でも使うことが可能です。マイクで録音した音声はこんな感じです。イヤーファン AirPro 4のマイクのテストを行っています。イヤーファン AirPro 4のマイクのテストを行っています。イヤーファン Wave Pro のマイクのテストを行っています。イヤーファン Wave Pro のマイクのテストを行っています。個人的には Wave Pro の方がマイク品質は良く、僕自身も今までオンライン会議ではゲーミングのヘッドセットを使っていたので、今後は Wave Pro を使っていこうと思います。あとはワイヤレスの宿命遅延についてですが、 YouTube などの動画視聴で AirPro 4も Wave Pro もストレスなく使えました。またどちらもゲームモードを搭載しているので、遅延を最小限に抑えることも可能です。ただし全く遅延がしないというわけではないので、そこは1万円以下のイヤホン、ヘッドホンには求めすぎかなと思います。音ゲーなどシビアな場面では有線にはやっぱり勝てませんし、Wave Pro は若干接続が不安定になる時がありました。
という感じで、イヤーファンのイヤホン、AirPro 4とヘッドホンの Wave Pro の外観や機能を見てきましたが、最後に2024年9月19日時点の価格にも触れておきます。AirPro 4は標準価格 11,990 円で、公式サイトがクーポン適用後 8,990 円、 Amazon では8,190 円となっています。 Wave Pro は標準価格 11,990 円が、公式サイトがクーポン適用後に 8,490 円、 Amazon がクーポン適用後 7,990 円となっていました。しっかり1万円を割ってきて、圧倒的なコスパだと思います。冒頭にも話した通り、2万円のイヤホンを1個買うより、僕はイヤーファンの AirPro 4と Wave Pro 両方購入して、 AirPro 4は通勤や移動先で使う、そして Wave Pro は自分の部屋で趣味に没頭するために使う、みたいな使い分けがおすすめです。詳細は概要欄からチェックしてみてください。はい、いかがでしたでしょうか。本日は1万円以下で購入できるイヤホン、イヤーファンの AirPro 4と、同じく1万円以下で購入できるイヤーファン初のヘッドホン、Wave Pro をレビューしてきました。いや、まあこれで十分というか、めちゃくちゃすごいですよね。一昔前だったら、低価格だからこの機能がついてないのは仕方ないなっていう妥協した感じが、このイヤーファンの製品全くないんですよ。デザイン、機能性はもちろんのこと、装着検知や Google Fast Pair があることによって、使っていてストレスに感じることは全くありませんでした。他にも、紛失したらどうしようとか、壊れたらどうしようっていう心理的な部分も価格がしっかりとカバーしてくれるので、僕にはぴったりなイヤホンとヘッドホンでした。まあ、僕がとやかく言う以前に、この AirPro 4バカ売れしてるみたいなので、イヤホンやヘッドホンお探しの方はぜひ概要欄をチェックしてみてください。はい、ということで本日も動画のご視聴ありがとうございます。本日の動画が良ければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。また常時ガジェットというガジェットと人生楽しむためのブログマガジンやってます。概要欄からチェックお願いします。 TwitterX のフォローもよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。